皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでホットココアを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にマグカップの下書きをしています。こちらをカッターで切り抜いて型を作っていきたいと思います。まずは内側のココアの部分だけを切り抜きました。それでは背景から描いていきたいと思います。好きな色を茶こしで削って粉にしてコットンで塗っていきます。オレンジ色とピンク色を塗っていきます。四つ折りにしたコットンで塗り伸ばしていきます。続いてココアの部分を描いていきます。マグカップの型を動かないようにテープで固定して内側の色を消しゴムで消しておきます。パレット用の白い紙の上に茶こしを使って茶色と焦げ茶色をあらかじめ削っておきます。内側に色を塗っていきます。続いてマグカップを切り抜いていきます。切り抜いた型を合わせてテープで固定します。先ほど塗ったココアの部分も隠しておきます。カップの部分を消しゴムで白く消していきます。ところどころ背景の色を残しながら消していきます。持ち手の内側部分を切り抜いて、切り抜いたところに背景と同じ色を塗っていきます。背景で使ったコットンをそのまま使っていただくと楽に塗ることができます。続いてカップの上側部分を切り抜いていきます。切り抜いた上側も消しゴムで色を消していきます。型の縁に沿って強めに消していきます。ココアと接する部分は少し背景色を残しておきます。カップの内側に背景色を塗っていきます。カップの色を消すときにあらかじめ色を残しておくとこちらの作業が楽になります。続いてココアの部分にミルクを描いていきます。消しゴムで色を消して表現します。続いて背景に湯気を描いていきます。お皿の部分を消しゴムで直接描いていきます。カップとの境目の部分は少し開けておくと描きやすいです。背景に色を足していきます。色と湯気を調節して仕上げていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでホットココアの完成です。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。